さあやってきたね、アメージングメガネストライキのショーです。今日はね第2回目の食品レビューになりますね。紹介するのはじゃん、生物図鑑の、 あの恐竜バージョンですね。コレクションカード全19種類、グミ、18種類、1袋に、6種類入っています。味はコーラ味、マスカット味、グレープ味で、カードが入ってるんですよ。でもしもラッキーな場合、ティラノの全身骨格が入ってるという、こんだけのラインラップが。で、ナンバー19に、ティラの全身骨格。で、こんな感じね。早速開けましょうか。あ、そうだ。多分ね、開けた瞬間カード入ってるから、ちょっと当てますわ。どうしよっかな。さすがに、ナンバー19のティラノの全身骨格は、まあ、出るとは思えないから、じゃあここでね、ナンバー14のブラキオサウルスを当てたいと思います。当たれ。でももしもさ、ティラノのさ全身骨格出たらこれは嬉しいよね。はい、グミが出てきました。これはスピーノとブラキオサウルスとティラノとパラサウロフスス、なんか、わかんない恐竜が。まあ、6種類のグミが。あ、これがカードかな。ドン。はい。プテラノドンでした。はい、翼竜でね。まあ、有名だと思います。プテラノドンが入ってましたね。ナンバー4、プテラノドン。全然違った。よいしょ。開けにくいな、これ。よいしょ。プテラノドン。裏に説明があるんで、読みます。プテラノドン。歯のない翼という意味が、時代は白亜紀後期。食性は、肉食、まあ、魚を食べるという。翼回長約6メートル。翼を広げたら6メートルあると。化石は他のどの翼よりも多く、1000個以上の化石がまあ見つかっていると。トサカと腰の骨、全身の大きさで、オスとメスの区別ができます。北アメリカの中央部にあった海の、海岸のあたりに暮らしていました。そう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 。恐竜といったら、宇宙恐竜でしょう。というわけで、じゃん。私、趣味で、紙粘土でいろんなものを作ってまして、まあ、ウルトラマンとかウルトラセブンを、まあ、作った、まあ、ウルトラセブン作った動画を出しましたよね。で、ある動画でも、まあ、ウルトラマンを見せた動画がありますので。で、またゼットン作りました。ね、宇宙恐竜ゼットン。まあ、紹介しました。まあ、作りましたみたいな紹介ですね。まあ、グミ食べましょうか。で、マスカットとグレープとコーラ味だっけ。なんかマスカットっぽい味の、この真ん中にある、これいただきましょう。取れないな、これ。あ、取れた。おそらくこれ、あ、これティラノじゃないな、これ。うん。普通に、マスカットの味するかって言われたら、微妙だけど、でも、まあ、美味しいです。こちらの、マスカットのパラサロロフスス、恐竜キングだと、マルム、まあ、ヒロインが使ってる、
恐竜ですね。うん、美味しい美味しい。コーラが一つしかありませんね。明らかにコーラ味っぽいやつ。ワニかなこれ。これさすがにこれはステゴサウルスじゃないよ。うん。うん、ごめん、このあのコーラ味っぽいグミもマスカットの味と変わんない、ぶっちゃけ言うと。じゃあもういいや、一気に食べちゃおう。はい。グレープ味のコーラ、グレープ味の恐竜たちよ。なななななな、こうやってこねてこねてこねて、はい、原型をとどめてない。あー、うん、全くね、マスカットと、うん、今までの味とまるで変わらないね。ぶっちゃけみんな同じ味する。色だけだね。うん、まあ感想としてはグミはぶっちゃけみんな同じ味。まあ美味しかったけどね。これ1日経ってんだけど、実は昨日11月の10日に買ってて、まあ1日過ぎてんだけど、まあ食えたね。まあね、このカードがね、まあ何だっけ、ブラキオサウルスじゃないし、まあ大当たりのティラノの全身骨格じゃなかったのはまあいいかってね。まあた、まあ俺のね、確かまだあったんだよ。まあできればまあ、また買って、まあ、違う動画で、当たりました、みたいな、ちょっとした、報告をしようかなって思います。まあ、今回のね、食品レビューは以上になります。はぁ。ではね、また、次回の、この食品レビューの動画で、また会いましょう。バイバーイ。ナンバー14のブラキオサウルスを当てたいと思います。あとね、でももしもさ、ティラノのさ全身骨格出たらこれは嬉しいよね。はい、グミが出てきました。これはスピノとブラキオサウルスとティラノとパラサウロフスス、うん、なんか、わかんない恐竜が。まあ、6種類のグミが。あ、これがカードかな。ドン。はい。プテラノドンでした。はい、翼竜でね。まあ、有名だと思います。プテラノドンが入ってましたね。ナンバー4、プテラノドン。全然違った。よいしょ。開けにくいな、これ。よいしょ。プテラノドン。裏に説明があるんで、読みます。プテラノドン。歯のない翼という意味が、時代は白亜紀後期。食性は、肉食、まあ、魚を食べるという。翼海長約6メートル、ね。翼を広げたら6メートルあると。化石は他のどの翼よりも多く、1000個以上の化石がまあ見つかっていると。トサカと腰の骨、全身の大きさで、オスとメスの区別ができます。北アメリカの中央部にあった海の、海岸のあたりに暮らしていました。そう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 。恐竜といったら、宇宙恐竜でしょう。というわけで、じゃん。私、趣味で、まあ、紙粘土でいろんなものを作ってまして、まあ、ウルトラマンとかウルトラセブンを、まあ、作った、まあ、ウルトラセブン作った動画は出しましたよね。
で、ある動画でも、まあ、ウルトラマンを見せた動画がありますね。で、またゼットン作りました。ね、宇宙恐竜ゼットン。まあ、紹介しました。まあ、作りましたみたいな紹介ですね。まあ、グミ食べましょうか。で、マスカットと グレープとコーラ味だっけ。なんかマスカットっぽい味の、この真ん中にある、これいただきましょう。取れないな、これ。あ、取れた。あのね、開けた瞬間カード入ってるから、ちょっと当てますわ。どうしよっかな。さすがに、ナンバー19のティラノの全身骨格は、まあ、出るとは思えないから、じゃあここでね、ナンバー14のブラキオサウルスを当てたいと思います。あとね、でももしもさ、ティラノのさ、全身骨格出たら、これは嬉しいよね。はい、グミが出てきました。これは、スピーノとブラキオサウルスとティラノとパラサウロフスス、なんか、わかんない恐竜が。まあ、6種類のグミが。あ、これがカードかな。ドン。はい。プテラノドンでした。はい、翼竜でね。まあ、有名だと思います。プテラノドンが入ってましたね。ナンバー4、プテラノドン。全然違った。よいしょ。開けにくいな、これ。よいしょ。プテラノドン。裏に説明があるんで、読みます。プテラノドン。歯のない翼という意味が、時代は白亜紀後期。食性は、肉食、まあ、魚を食べるという。翼海長約6メートル、ね。翼を広げたら6メートルあると。化石は他のどの翼よりも多く、1000個以上の化石がまあ見つかっていると。トサカと腰の骨、全身の大きさで、オスとメスの区別ができます。北アメリカの中央部にあった海の、海岸のあたりに暮らしていました。そう。恐竜といったら、宇宙恐竜でしょう。というわけで、じゃん。私、趣味で、まあ、紙粘土でいろんなものを作ってまして、まあ、ウルトラマンとかウルトラセブンを、まあ、作った、まあ、ウルトラセブン作った動画を出しましたよね。で、ある動画でも、まあ、ウルトラマン作っ、まあ、を見せた動画がありますね。で、またゼットン作りました。ね、宇宙恐竜ゼットン。まあ、紹介しました。まあ、作りましたみたいな。